ここ小指ですからね、痛いところなんです。あ、それ痛いですね、これ。やばいよね。やばい。あ、こういうのなんだ。すごいよ。リアクション面白い。あ、これ。わあ、これ痛いっす。ひじひこさんに、たのこさんと一緒に来ていただきました。よろしくお願いします。はい。今日は、のこさんと同じようにちょっと足つぼとお体とそれぞれやらせていただくということで、はいはい、足つぼご経験ありますか？あ、そうですね、台湾とかで。でも台湾式って痛いやつですよね。でもそこら辺では、あ、そんなでもなかったんですね。やっぱり観光向けみたいなのがあ、日本人向け。そうですね。あ、そうなんですね。今日どんな感じになるかわからないですが、よろしくお願いします。いや、まあ、調節もしますので、はい、もし辛いかったらおっしゃってください。はい、お願いします。お願いします。足にお怪我とか触られたくないとかないですか？あ、はい、足はないです。はい、かしこまりました。お腹は今冷たくないですか？あ、はい、大丈夫です。大丈夫です。実際触られました？お腹意外と自覚なくても冷たい方いらっしゃるんですよ。え、そうなんですか？はい。温度的に。あ、冷たいですよ。冷たいですよね。意外に冷えてしまっているので、お腹が冷たいと免疫力も低下して、そう、はい、消化力が弱くなったり風邪が引きやすかったりしちゃうので。あ、足一箇所怪我ありました。あ、本当ですか？どこですか？すっごい昔なんですけど、この袋のここら辺。あ、そうなんですね。あ、これちょっとありますね。怪我のあんまり強くしない方がいいってことですかね。まだ痛い、はい、まだ痛いの？それって痛い、右足のままですね、はい、気をつけますね。下で足を温めます。はい、はい。もうすでに暑いみたいな。暑い。結構冷えてる方だと暑く感じますね。すっごい冷え性なの。あ、そうなんですよ。あ、足冷え性なの。じゃ、温度差でわーってなりますね。そう。大丈夫ですか？はい、大丈夫。ひじひこさんもちょっと足の向き左右差がありますね。右の方が横向いちゃってますね、はい、怪我したせいもあるかもしれない。結構大きな怪我だったってことですよね。今も痛いとか残ってる。あ、そうです。結構なんか刺したみたいな感じの、刺さったみたいな。何刺さったんですか？だからカッターナイフが刺さった。怖い、痛い。結構な、なんでカッター刺さったんですか？事故みたいな感じ。事故で、はい、あ、そうなんですね。でも結構深かったってことですよね。そうですね。だとね、だ結構それで桃だとね、歩いたりすると痛いですよね。こう階段の時とか、しばらく痛かったじゃないですか。当時ですか？はい、当時。いや、もうやばかったっすね。そうですよね。結構大きな筋肉があるから、どうしてもこう、もう何してても痛いみたいになりますよね。筋肉みたいなのが動くと、もう常に電気が走るみたいな。ですよね。結構普通深いとなると神経にね、触りますよね。そうですね。辛いですね。なんですよ。だからそれ、そういうことあるとどうしてもこうなるべくこっちを動かさないようにしたりとか、体重かかんないようにしたり。じゃあそちらの、こちらの方が多分状態良くないので、はい、はい、こちらから始めますね。痛みがある側とか、症状が重い側の方を後にするので、はい、こちらから。何歳ぐらいの時の怪我なんですか？中学。15歳とかですね。ああ、そうなんですね。じゃあ本当は動く時期じゃないですか、はい、受験の願書を出しに行く前日にすごい大事な時期というか、そうですね、いろいろと支障がありましたね。そうですね、難儀して。難儀ですよね。あれって
て刺したやった時はまだいいんですけど、うんうんうん、1日経った後が、うんうんうん、あ、痛い、痛いかもしれないですね。ここ冬ですからね、痛いところなんです。あ、それ痛いですね、やっぱり。やばいよね。やばい。あ、こういうのなんだ。すごいよ。リアクション面白い。あ、これあ、これ痛いっす。面白い。そうですよね。さっき見てて、何よ、そんな痛い痛い言ってるんだと思ったら、あ、痛い痛い、これは痛いっすね、本当に。そうですよね、うん、痛いのと気持ちいいのが交互に来るから、うんうん、そうだね、そうだね、訳分かんなくなってくる。あ、これは体が悪いってことなんですかね、これね。あの、自律神経に乱れがある方、副鼻腔炎の方とか、あ、はい、その辺はここすごい痛いです。痛いっすね、鼻詰まってますもん。あ、そうなんですよ。ここちょっとだいぶゴリが強いですね。ゴリゴリしてます。声出ない。ちょっとでもだいぶ今汗もうすでにかき始めてるので、指先結構今、まあ、温めたせいもあると思いますし、お腹温めてることもあると思うんですけど、割とこう温かさと柔らかさが多分普段よりは、はいはい、あのいいコンディションになってのスタートなので、あ、はい、そう、あ、あの逆にちゃんと痛いのはまだいいんですよ。あ、そうなんです。そうなんです。あの鈍くなっちゃってると、何にも感じないですみたいな、平気です平気ですみたいな、そんな人もいるんですね。いますいます。でやってってほぐれてくると痛いになるんですよ。そうなんです。だからずっと痛いですね。痛いのは、まあ、まだそのちゃんと知覚があるぐらいっていうことなので。ゴリゴリ、うん、これ痛いですね。超痛いっすね。超痛いっすね。そうですね。でしょう。でしょう。これ怪我してるみたい痛い。そう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 いう痛みなんですよね。えぐられてる。そうそうそう。なんか罰かなみたいな。罰。拷問みたいなね。そう。あのテレビで見たりして。やらせでしょって思ってたんですけど、あー違うんですよ、あれ結構リアルだと思います。かなりリアルですねこれ。そう、もう慣れてる人だと痛くないんですよ。そうなんですね、うん、あ、いった、僕正直大丈夫だと思ってました。慣れてました。こんな全然違うでしょ。違う、初めて。なんかね、特に私のやつは痛いみたいです。あ、そうなんですね。いろんな質問を受けてきたけど、花澤さんの方が一番痛いですって言われ、初めてですね。なんか中国とか現地の痛いって評判の店行って、はい、あれも痛かったけど、ここもっと痛いかもってあれは棒使ってるやつで本当に痛かったんだけど、なんで棒でもないのにこんな痛いんですかみたいな。手じゃないみたいな。手じゃないみたいな。関節使ってるので、この尖ったとこでグイッと入れるので、ね、そうそうそう、なんか武器を持ってるのかわかんない。武器狂気を。あー、でもこの流しがいのある足ですね。やばい、いい感じでゴリゴリ。おお、やりごたえのあるいい足ですね。これ左がこれだったら右どうなんですかね。でもロコさんと一緒で、そうそうそう、先にやってるから、うん、多分大丈夫だと思う。反対側は結構楽だ、はい、反対側行く場合がない。これこれは何ですか。これこれあの睾丸ですね。悪いですね。あのお腹冷えてるので、はい、目の疲れとか、はい、お腹の冷えがある人は結構生殖器も血流悪くなってたりとか、ね、はい、目はめっちゃ仕事で使ってる感じです、うん、あんまりそのテコのストレスがあると、はい、
本来のこう動物的な野性が鈍ってくるので。あ、そう。そうなんですよ。やっぱこうその辺も勢力とかも落ちてきちゃったりするんですよね。はい、指は恐怖でしかない。もう諦めた感じですね。でも多分すごい結果が出やすい足だと思います。流れやすい凝りなので、痛いけど結構もう大丈夫だみたいになると思います。あ、それ線、あ、どっちなんですか、そんなに痛いですよ。うわって感じですよ。結構この辺、異形の疲れがある方は。コーヒーばっか飲んでるんですよ。よくないですね。コーヒーとアルコールばっかり飲んでるんですよ。それはよくないですよ。コーヒー1日何杯飲んでる。コーヒーは最低でも3杯は、そうなんですね。3杯は、3杯っていうことはないですね、ほぼ。あ、もっと4、5、そうですね。あ、そうなんですね。でも薄めて飲んでます。あ、薄めて、そっか、工夫されてるんですね。ここはそんな痛くないですね。あ、そうですね。結構ね、この辺は男性でやっぱ女性特有ですね。ちょっとヒールのあるもの履かれてたりだとか、女の人の方がこうつま先重心になりやすくて、あ、はいはい、男性はね、どっちかというとこっちの方が痛いですね。そこはあれですね。そう、なんでですかね。あの、やっぱ外重心になるので。そう、男性と女性って歩き方とか靴違うんで、貼るとこ違うんですよね。筋肉とかね、でも違う、血管の太さとかも違うので、足裏からのやつ取りましょうかね。ちょっと向き右変える。